本政府の二次補正予算案、予備費10兆円。これは、新型コロナ第2波第3波に備えた予算なんだけど、なんとこの二次補正予算案に反対している人たちがいるみたい。それは野党。野党側は、あらかじめ使い道を決めていない予備費が、歳出全体の3分の1近くを占めるのは容認できないとして、組会動議の提出も視野に、予備費の減額を求めていくみたい。さすがにこの反対はやばくない？新型コロナ第1波の影響で、現状でも多くの国民が無職になり、各地では生活保護申請がめっちゃ増えてる状況なんだよ。新型コロナ第2波第3波が来れば、その状況はさらに悪化し、路頭に迷う国民が山のように増えるのは目に見えてる状況なんだよ。今回の二次補正予算案は、そういった状況を鑑みての二次補正予算案なんでしょ？なんで野党はそれを減額しようとするの？立憲民主党の安住国会対策委員長は記者団に対し、10兆円の予備費を好きに使うことを認めてしまうのは議会の自殺行為だ。総理大臣が決めたら何でもいいとなったら民主主義国家ではないと述べてるようで、それに対し公明党の山口代表は、予備費を過大に積むようなことは控えなければならないが、緊急事態に対応するため予備費を活用し、足らなければ次の補正予算案で補充して備えることが国民を守る視点で大事だ。国会を召集して次なる補正予算案を準備している意図まがない場合もあると述べてるんだよ。まさに山口代表の言ってるように、今は緊急事態、有事なんだよね。だから二次補正予算案で予備費10兆円を組んでるんでしょ。もしかして野党は今の日本の散々たる経済状況も把握できてないの？野党は何でもかんでも反対する姿勢を貫いているのかもしれないけど、さすがに国民を守るための10兆円の予備費を減らそうとする姿勢は多くの国民から反感を買うと思うよ。毎回毎回野党のやってることは理解できないけど、今回の反対はさすがにまずいよ。でもやっぱり政治家のこんな姿勢を見ていると、給料もボーナスも歳費もコロナの影響なく満額もらえる国会議員には国民の苦労がわからないんだろうなと、どうしても考えちゃうよね。なんかため息しか出ないよ。とにかく野党には、勘弁しての一言しか浮かばない今日この頃だよ。